ペーストですよね、これ。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はアウディ A7 3.0 TFSI、クワトロ S ラインのご紹介をしていきたいと思います。はい、アウディのですね、A7 のご紹介ということなんですけれども、アウディといえばですね、多分この白のカラーリングっていうのが、おそらく最も人気のある車で、また、よく目にする車ではないかなというふうに思うんですけれども、この A7 となるとですね、やはり街中で見かける割合っていうのは結構少なくなってくるのかなというふうに思います。特に今コンパクトなラインのですね、いわゆるベンツでいうと A クラスであったり、 BMW であると1シリーズというようなもののですね、競合車種として A1 とかですね、こういったものがそのアウディではコンパクトなシリーズとして知られるというところなんですけれども、ベースがですね、基本的には A4 というのが、中心ラインというか、メルセデス・ベンツでいうと C クラスの競合になってくるというところなんですけど、A7 となるとですね、割とベンツでいうと S クラスとか E クラスとか、この感じから言うとですね、CLS とか、そういった車がですね、競合に入ってくるのかなというようなですね、車になります。で、今回ですね、ご紹介させていただくこの A7 なんですけれども、こちらですね、カスタムが割とセンスよく中に入っておりまして、そのあたりもですね、非常に評価できる車ということが言えるかなというふうに思っております。まず外装なんですけれども、こちらガラスコーティングがですね、されているということもあって、大変綺麗な状態になってまして、で、この塗面が非常に綺麗というだけではなくてですね、こういったところの、このグリルの部分というのがですね、メッキの部分というのもやれ感なく大変綺麗な状態になっています。あとはこういったですね、ライトにおいても、LED のライトという形になってくると思うんですけど、くすみとかも全くない状態ということですね。で、前から見た時のですね、このリップスポイラーというのがエアロで入っているんですけれども、これが社外品のですね、リップスポイラーというのが入っているということですね。このあたりもですね、この白にこういうそのピアノブラックのようなですね、黒というのがマッチングとしても非常にいいなというふうに思いますし、車高がですね、多少これ社外品のサスペンションで下がっているということがあるんですけど、よりこのリップスポイラーをつけることによって低い感じのですね、車のフォルムっていうのが実現できているというところがあるかなというところですね。すごくかっこいいと思います。で、横見ていきたいと思いますね。ホイールもですね、これ社外品のホイールということなんですけれども、これもですね、4本でこれ50万ぐらいの金額になってたと思うんですけど、純正の良さをですね、崩してないというか、いかにも社外ホイールでっていうのでマッチングが取れてないとかっていうのがなくて、最初からこんなのってあったっけっていうようなですね、感じのカスタマイズというかされてるかなと思いますね。車高の高さもちょうどいいですよね。ちょうどこのタイヤハウスからこうギリギリというような感じで、見た目にも非常にいいというところですね。あとキャリパーがですね、赤に塗装されているということになっています。タイヤの目はですね、これ多分交換されて結構立ってないのかなという感じで、八分山ぐらいの山はあるかなという感じですね。で、横見ていきたいと思います。この車は、上のサンルーフはですね、つけていないという仕様ですね。これよく見ると白なんですけど、ちょっとパールのですね、色合いになってて、これがまたそのガラスコーティングで綺麗に仕上がってるっていうのを、よりなんかこの車って妙に綺麗だなっていうのは、多分このパールが影響してるのかなという感じですかね。ここもすごい綺麗ですね。この横のモールっていうのが、よく動画でも解説させていただいたりとかすると思うんですけど、この辺りがですね、ずっとこう曇ってる車っていうのが結構多いんですけど、この車はそういった問題が全くないというような感じですね。で、これが、いわゆるスポーツバッグと言われている、クーペスタイルなんですけど、ここすごいですよね。
この A ピラーのところからこうかなり低い感じになってて、そうですね、この車が近いのはひょっとしたら CLS ではなくて、あのアストンマーチンのラピードとかああいった感じのテイストですね。すごくかっこいいなという感じですよね。で後ろのですね、この3面のフィルムがかなり濃いものをチョイスしているというところがあって、それによってですね、あのクーペっぽい感じの、まあ、クーペのスタイルっていうのがですね、フォードアであるということを忘れさせるようなこういうこうあのスタイリングっていうのをより強調しているというような感じですね。で後ろ見ていきたいと思いますね、はい、リアのですね、この、リアスポイラーとですね、この後ろのこの黒のフィルムっていうのがですね、まあ、相まって、あの白ってどっちかというとこうのぺっとする感じというか膨張色っていうところがあるんで、あのそのつどつどのところでこう収まってるというか、そういう感じがあの印象的にはすごくいいですよね。でマフラーがですね4本出しになってて、これもあのものすごくいい音がするのと、まあ、特にこうあの試乗の動画とかで走行の動画とかでですね見ていただくとあのすごくいいと思うんですけど、車乗った時のですね心地いい重低音っていうのでなんかうるさくないんですよね。それすごくいいかなと思います。リアディフューザーもですねピアノブラックの黒になってて、あの抜かりなくやってるというような感じですよね。で運転席側見ていきたいと思いますね。この辺りもですね、もう右側も同じようにこの紫外線とかが当たってない感じで非常に綺麗な状態になってますね。で、まあ、よくあるんですけれども、これこの止める場所によってですね、右からのところだけがすごく横あのこの辺りが劣化してて、左側がそうでもないみたいな時もあるんですけど、これはもうあの全体的において非常に綺麗な状態になっているというようなところですね。でこの A7 に関してはあのこの年式に関してはですね、もう右ハンドルオンリーということになっているので、こちらも右ハンドルということになっております。内装ですね見ていきたいと思います。これまた豪華な感じですよね。私の目線から見るとこんな感じなんですけれども、これすべてですねオールレザーの、シートということになってて、この辺りもですね全部この当然のようにパワーシートになっているということになっています。ちょっと乗ってみたいと思いますね。乗った感じですね、この横のこのサイドサポートの部分っていうのがですね、あの A7 なんで多少やっぱり A4 とかよりも広く取られている分、あのこの座面もですね多少あの大きく取られているように感じるかなというところですね。でハンドルの印象っていうのは、これはその A4 とかとあの、まあ、共通しているというような感じではないかなと思いますね。小口径で太いという感じのですね、ちょっとスポーティーな感じの、 あのステアリングというのがあって、これ S ラインの専用のステアリングというのがですね、装備されております。で内装のですね、こちら横のですね、パネルのところが、このパネルはですね、アルカンターラを使っているような感じになってて、非常に高級感のある感じですね。で、スピーカー、Bose のスピーカーというので、この快適な車内空間のこの、この AV 環境というのも非常にいい感じではないかなと思いますね。小さなところで言うと、この辺りも少しあの照明が入っているというような感じですね。アウディとか A7 とかは書いてないですけど、ちょっと照明が入っているような感じのサイドステップというような感じになってますね。ちょっと今エンジンかけてみたいと思いますね。エンジンはですねこちらのスタートボタンでかけるような感じになります。おお、すごいいい感じですね。この重低音でグンとなるような感じなんですけれども、今まあ走行距離がですね、まあ、5万4500キロぐらいということになっているので、まあ、この手の車からするとですね結構距離は伸びているかなというところなんですけど、逆を言うと程度とかそういったその仕様とかを気に入っていただいたときにですね、まあ、予算感とかそういったところがピシャリと合う方にとっては、すごくこう逆を言うと買いやすいという感じになってくるのかなというようなところですかね。で、内装全般でですね、まあ、革の
こういったへたりとかすれとかそういったのも最小限になっているような感じですし、こういったそのステアリングのですね、やれ感というのも特に劣化というのが目立つところはないかなという印象ですね。で、純正のこのモニターがですね、ナビゲーションが当然インストールされているんですけれども、これポップアップになっているというような感じですね。で、手元で、こういったコントロールをすべてできるようになっているというようなですね、この設定ということになっております。はい、後部座席ですね、乗っていきたいと思います。広いですね。全然期待してなかった感じなんですけど、結構広いです。だからこの高さはですね、こういったクーペスタイルになってるんで、そこまでないんですけど、それでもまあ本当デザインの妙という感じでしょうかね。上のところがですね、こうくり抜いたような感じになってて、ヘッドクリアランスもある程度こう取れるような感じに工夫されて作ってるっていう感じで、大人4人がですね、余裕で乗っていただけるというようなスペースというのがですね、確保されております。で、後ろにもですね、このシートヒーターが左右についているということがあるので、後ろのシートをあまりこう乗るというのを想定されてない高級車って、後ろのですね、このシートヒーターとかっていうのが設定がなかったりとかですね、後ろのこの独立したエアコンのパネルとかっていうのもですね、まあある程度の高級車でないとないっていうことがあるんですけど、こういったものもですね、クーペスタイルではあるんですけれども、大人4人が快適に乗っていただけるというような空間をですね、作られているというような感じですよね。これ家族で乗られたりとか、お客様を乗せたりとかいう機会がある方にとっても、すごくいいなという印象ですね。はい、トランクスペース見ていきたいと思います。このトランクスペースはですね、まあこれトランクというか、これ面白いですよね。ハッチバックになってるんですよね。これまあ同じような感じで言うとパナメーラとかですね、まあこういった感じのイメージでしょうかね。長さがですね、縦に長くあるので、これゴルフをされる方はですね、多分ゴルフバッグを縦にボンと乗せる感じで、2つぐらいですね、乗せることができて、非常に乗りやすい、使いやすい感じですね。これは何ですかね。これちょっと開けてみましょうかね。なんか元々のアウディの、入れ物になっているんですけど、これは中開けるとオイルとかですね、消火器ですかね。こういったやつがもうアウディのこの専用のケースの中に一応入れられているということになっております。で、一応ここのですね、ボタン一つで閉まる一応パワートランクというのがですね、装備されております。はい、エンジンルームをですね、見ていきたいと思います。すごいですね。このなんかこう横にドンと入っている感じのこのエンジンルームなんですけれども、これですね、V6 の TFSI の、ターボでですね、加給されているというような感じになっていると思うんですけど、馬力的にはですね、333馬力とか確かそういったカタログ値だったと思うんですけど、乗った時にですね、その馬力っていうのが、この剛性と相まってですね、すごく心地よく、まあ、そういうワインディングとかでも乗っていただけるというようなですね、必要十分なパワーというのが備わっているということになってます。で、このあたりもですね、もともとではないと思うんですけどね、こういったそのタワーバーみたいなものっていうのも、中にやってて、まあ、そのあたりでですね、車の剛性とかも出しているというような感じですね。エンジンルームもですね、このあたりなんかも、まあ、カーボンのですね、このカバーというか、そういったものもされていて、まあ、エンジン開けた時にですね、まあ、これも、まあ、普通じゃないなというのをですね、まあ、外見からもパッと見からもですね、感じていただけるような仕様になっているということになっております。はい、オプションのですね、内容をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まずですね、先ほど言った社外品のアルミというのがですね、21インチの 10J
275の35の20というサイズになっているんですけれども、こちらがですね4本で51万円というふうになっております。で今回5万4000キロぐらいの走行距離なんで、これ交換した時がですね4万7000キロということですから、まあ、交換して7000キロぐらいの走行しているというぐらいの感じですよね。で、あとはですね、まあ、アウディの S7 の純正リアディフューザーというのがですね、さっきの黒の部分ですよね、これはリアディフューザーはこれ13万1000円、 AWE のマフラーあと90ミリのですね、これ4本出しということで、これがですね32万4000円、あと KW の、バージョン3というふうに書いてあるんですけれど、これあの足回りになるかと思うんですけれども、これがですね29万4000円で、マフラーを入れることのキャンセラーですね、これが一応5万円ということになっています。これコンピューターチューニングとかやってるんですね。コンピューターチューニングが5万円とで、キャリパーのペイントっていうのはこれが20、これが6万5000円か、コンピューターチューニングが25万ですね、キャリパーペイントが6万5000円ということになってますね。スペーサーがこれ入ってますね、これが13万6364円ということになってます。あと低バスダストの、ブレーキパッド1台分、あとブレーキローターですね、前がこれローターも変えてるんですね、これ5万8000円、リアが3万8000円ということで、この請求だけでもですね154万7000円というですね、ものになってまして、これもですねちょうど1年ぐらい前ですね、2020年ぐらいにあのかけてるということになってますので、まあ、このあたりもですね、まあ、お金をかけて、お金をかけている分が、まあ、そのご自身のこう思考に合うという感じだとすごくいいですよね。こっちもありますね、 K&N ラムエアーって書いてますけど、これが15万1800円、これはこのマクストンっていうのがあれですね、エアロのフロントサイドリアってあの黒の部分ですね、これが38,500円、38,500円、29,000円となってます。あとリアのカップスポイラー、これがですね39,600円という形になってますね。すごいですね、リアメンバーサイドブレーズ19,800円、リアメンバーサイド、フレームブレースとサイドブレースって書いてますね、これが24,700円ということで、この辺をですね、まあ、外装とかそういったものも全部含めるとこれも52万1000円とかになるから、目に見えるところだけでもですね、50万で100万だから、これだけで250万ぐらいここにかけてるということになっているということですね。レーシングカーみたいな感じの車とか、まあ、そういった車を同じ道で通ってるので、まあ、マフラーが変わってて、まあ、こうあのいい感じのエグゾーストっていうのがありはするんですけど、まあ、なんか非常に乗りやすいという、ね、感じの印象かなという感じですね。で A7 っていうことなので、サイズ感でいうとですね、当然そのまあ、A1 から今ねありますけど、まあ、A2、A4、A5 で、まあ、その A7 っていう感じになってくると思うんですけど、結構ねあのサイズ感は大きいなというのがありますけど、まあ、そのベンツの S クラスとかああいった感じのですね、乗った時のその車体の大きさみたいなのが、運転して乗ってる感じはですね、まあ、これ表現がいいのか分かんないんですけど、 A4 と乗ってる感じっていうか、その車の車格的な感じというか、そこは乗りやすさっていうのは、まあ、意外と軽快に乗れるのかなというような印象ですね。まあ、これはそのクーペスタイルになってるっていうことも、まあ、ちょっとこう全体をシャープに見せるというねところでもあると思うんですけど、まあ、そういったところもあるのかなと。これ足回りが変わってたり、ホイールもちょっとインチ
チアップされてたりとかっていうのはあるんですけど、ただまあ乗ってる感じですね、乗り心地が大きくスポイルされている感じがなくて、あのこのスタイリッシュさで乗りやすさっていうのもきっちりとあのキープされてるっていうのが、これはすごくいいポイントかなと思いますね。やっぱりこういった感じのコーナーとかもですね、まあ、こう横地とかもあまり大きく感じることなく、いい感じであのクリアしていってくれるっていう印象ですね。まあなんかね、車内のこの静粛感って結構高いというところが あると思うんですけど、でこのエグゾーストのですね、低い感じ そのマフラー音っていうのが、まあ、こう心地よく響いてくるっていう感じで、これはねすごい味付けというか、そこのあたりではいい感じになってるなというところですね。走りもすごいいいですよね。本来だったら、まあ、高速とかですね、まあ、そういうところで本領発揮してくるというかね、いう感じなのかなと思うんですけど、どちらかというとこのね、車体のサイズ感とか考えると、まあ、こういう道というよりは、まあ、高速とか、まあ、ちょっと大きなね、道路とかの方がこう遠いのかなというところがあるんですけど、まあ、幅広いこうところでの、まあ、守備範囲が広いっていう感じですかね。ちょっとね、マニュアルモードにして、ちょっと今ですね、このダイナミックというですね、モードにちょっとやってみました。こういうね、峠になるとね、どうしてもね、ちょっとこういうモードになってしまうんですけど、ちょっとね、スポーツモードで走ってみたいと思いますね。まあ、これパドルシフトもついてて、マニュアルにした時のですね、この音っていうのはめちゃくちゃいい音しますね。これなんかアウディじゃないみたいですよね。これ聞こえますかね。はい、いかがだったでしょうか。アウディのですね、A7 の 3.0 TFSI、S ラインのですね、ご紹介をさせていただきました。いつもですね、こういう車の販売をするときに、まあ、どういう方が、この車っていうのをご検討されるかなということをちょっと考えるんですけれども、だいたい、まあ、車を買うときにですね、条件っていうのをいくつかやっぱ考えられることが多いと思うんですね。多いのは年式で、日本であれば走行距離っていうのをよく言われます。で走行距離っていうのがですね、まあ、5万キロ未満とか3万キロ未満とか、場合によっては1万キロ未満とか、まあ、中古車で、低走行の車を探しているという方結構多いと思うんですよね。例えばグーネットやカーセンサーで5万キロ未満で A7 を探すとかいう感じでこう探してくるということがあると思うんですけれども、まあ、走行距離っていうのはですね、何を意味するかなというところなんですけど、走行距離が少ないと
相場が高い、走行距離が多いと相場が少し安くなってくるということがあると思うんですけど、これはですね、一般的には走行距離が少ないとより新車に近いから安心して乗れるとか、故障のリスクが少ないとか、こういったことをですね、考えるという方が多いんですけれども、プロの目線から言うとですね、実はそれよりも結構大きいのは実はリセールだと思っているんですよね。例えば1万キロ走行距離の車を年間に5000キロとか1万キロ走りますっていう人が5年乗るとですね、当然5万キロ増えるわけですから走行距離は6万キロになるわけなんですよね。そしたら5年後でも6万キロの走行距離だと、まあ買うっていう人がそこそこ多いというふうな判断があって車を次に売りやすいと。でも5万キロの車で5年間で5万キロ乗るとですね、すると10万キロを超えてくるということになってくるわけなんですけど、そうすると買う人っていうのが非常にこう限られてくるというようなところもあって、走行距離が多い車っていうのをですね避けるということも結構あると思うんですね。ただ中には長く乗って走行距離も結構走りますよっていう方も中にいらっしゃると思うんですけど、そういう方がですね年間2万キロは乗るというふうになった場合は、5年乗るとですね1万キロ走行の車でも11万キロになるわけなんですよね。でこちら5万キロの走行距離の車であると当然2万キロで5年走ると14万キロになるわけなんですけど、そうなるとですね5年後のリセールっていうのは11万キロも15万キロもそう大きく実は変わらないと。ただ1万キロの走行距離のものと5万キロ走行距離のものを中古車のところに手に入れようと思ったら、ここには結構初期費用では大きく差があったりとかするということなんですよね。何が言いたいかっていうと、長く乗る、乗りつぶすみたいな感覚で乗る人にとっては実は走行距離が結構走ってる車っていうのは安く買えるチャンスっていうところが結構あると思うんですね。で今回の車っていうのは単なる A7 っていうキックくりではなくて、このカスタマイズの中に入ってるということがあるので、そのあたりまでですね仕様としてこれいいなと、これ長く乗ってみたいなと思う方にとっては非常に耳寄りな情報というか、そういう人にピンポイントにこう、あ、いいなっていうふうに感じていただけるような車ということが言えるかなというふうに思います。今回ですね、写真とかデータだけではなくて、動画でですね、走行のシーンなども収めさせていただいているので、より、遠方の方でも自分が乗ったような感じでですね、車の状態っていうのが感じていただけるというところがあろうかと思いますので、そのあたりをですね総合的に判断していただいて、ご検討のですね材料にしていただければいいかなというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。